ビージオーノスのセイゲオルギオス教会ビージオーノスは、リトアニアウテナ群にある町、ビージオーノス区の中心地でもある。ビージオーナ川沿いにある。地方道路118号線より、北東に 1km 離れている。町には、セイゲオルギオス教会、ビータータス大公記念碑、ユダヤ人墓地跡、郵便局、文化センター、ビージオーノス初等学校、保育園、図書館、診療所、 ビージュ上のステータク跡がある。伝説によれば、町名は、多神教の緑の蛇の神ビージャスの名前に由来する。町の教会の壁には、今でも石でできた蛇の形をしたビージャスの頭が、組み込まれている。しかし、実際には町を流れるビ B 上な川の名に由来すると考えられている。1613年発行の地図に載る、町の名前、ポーランド語で、 ウィザニと記載されている。ビージョーノスの歴史は15世紀まで遡る。1406年、クリスティナス・アスティカスにより、ビージョーノスで最初のカトリック教会が建てられた。ビージョーノスにはラジビウ家の邸宅があった。16世紀から17世紀までの数十年間、ビージョーノス教会をめぐって、カトリックとカルバン派の間で対立が起きた。18世紀、 大北方戦争でスウェーデン軍が侵略してきたことにより街のすべてが消失した。1831年、街の住民が11月放棄に積極的に参加した。1919年6月1日、ビージュオーのス近郊でリトアニア軍とボリシェビキとの間で戦闘が起きた。1945年、診療所と図書館が完成。 1951年には文化センターが完成した。2005年町賞が制定された。ありがとうございます。